So Leute, da sind wir wieder bei Vegas Sith, mir Sepi und Jutis. Moin. Bei Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Und dann und dann. Eine Katze. Hey, das ist die, haben das Loch repariert. Mhm. Mag die neuen Jahre nicht besonders. Ja, für so nicht mehr. Was? Niemals. デザイアンという単語をよく聞くのですが、テネブラン知らないの？世界再生が始まるまで世界中を荒らしてたハーフエルフの集団だよ。人間をさらって人間牧場ってところに連れて行ってひどいことをしてたんだって。エミル、人事みたいに言うけど、パルマコスタの近くにも牧場があってみんな怖がってたじゃない。そうだった。そうだよ。その点イセリアは恵まれてたんだよね。リザイアンと不可侵契約を結んで村の人を守ってたんだって。ずる？なるほど。私たちが眠っている間にいろいろなことがあったんですね。そうだよな。Er ist gewachsen. Und er ist schlanker geworden, oder? Jojaku, Desaian no imi ga wakarimashita yo. Shikashi, Iseria ga fukashin keiyaku o kawashite ita no wa zurui koto nano desu ka? Somo somo, fukashin keiyaku tte nani? Desaian ga mura o osottari shinai tte keiyaku. Konna no kawashite ta no, Iseria dake da yo.他の町はみんなディザイアンに何度も襲撃されてたのに。イセリアはどうして契約できたんだろう。さあ、とにかくイセリアの人たちは恵まれてたってこと。Ah, ich meine, wenn sie dir das Ort, das Örtchen hier kaputt machen und die Auserwählte dabei stirbt, ist irgendwann Ende mit Zimmermann. Das können die auch nicht wollen. すみません、この村に住んでいた。ロイド・アービングを探しているんです。最近姿を見かけませんでしたか？またロイドか。どうせパルマコスタで起きた血の粛清の件だろ。おかしな話だ。あいつがマーテル教会を先導してパルマコスタを襲うなどありえん。俺の親はロイドに殺されたんだ。エミル、世界再生前、この村でディザイアンによる大量虐殺が行われた。そっ、やっぱりあいつは人殺しのろくでなしなんだな。だからパルマコスタも。でもイセリアはディザイアンと不可侵契約を結んでいたんじゃ。ロイドは人間牧場にいた知り合いを助けようとしてディザイアンを刺激してしまったんだよ。バカなやつだ。人間牧場にいるたった一人のちっぽけな命と村の大勢の人間の命、どちらが大事か子供でもわかる。ちっぽけな命なんて、そんな言い方ひどい。では一人の命で千人が救われるのと、千人の命で一人が救われるのでは、どちらがいいというのかね。それは決まってる。一人が犠牲になれば。ダメだ。そんなの違う。犠牲になるのが自分でも同じことが言えるんですか？もしかしたら千一人救える方法だってあるかもしれないのに。そう、ロイドも同じことを考えている。だが結局あいつは失敗した。理屈が正しければいいってもんじゃない。理想と現実は違う。あいつはバカだ。命は平等だと信じ、生きたい人間が生きられる世界を理想だと抜かす。だが自分の理想を貫き実現する努力をする男なんだよ。それがいいか悪いかはとっ
村長さんはロイドを信じてるんですね。好きにはなれんがな。どうしてみんなロイドをかばうんだよ。僕は知ってるんだ。お母さんがロイドに殺されたって。それは村の連中に聞くといい。今ならロイドを教えていた教師も帰ってきている。それに聖堂に行けばロイドの父親に会えるはずだ。なんなら会って話を聞くといい。ロイドが何か連絡しているかもしれないから。聖堂ですか？村の北側にあるマーテル教会の建物だ。ロイドの父親は腕のいい職人でな、今補修工事をしている。Ich musste ihn echt überlegen, als er gesagt hat, Lloyds Vater. Und dachte ich so, nee. Lloyds Vater. どんな人なんだろう。ロイドの遺伝子の半分を持つ人物ですから、身体的特徴はよく似ているでしょうね。そんなの当たり前でしょ。エミルが言ってるのはロイドを育てた父親がどんな人物なのかってことだよね、エミル。あ、うん。きっと髪の毛がツンツンしていて赤くてロイドを老けさせた顔してる人だよね。マルタの頭についてる花、聖花なの？どうしたの？突然。ん？全然枯れないなと思って。もちろん造花、ただのアクセサリー。実はこれママの形見なんだ。パパとママが初めてデートした時にママがつけてた髪飾りなんだって。そうなんだ。パパとママを結びつけた髪飾りなの。今度は私とエミルを結びつけてくれたりして。またその話か。Meine Gedanken. Ich wollte die Bilder untersuchen. Tschüss. Naja, wir wollten zum Dings nicht. Tempel! In den Vogel. Nee, stimmt. Hm? Nee, du hast gedacht, ob wir den Vogel runterpacken, weil er auf Level 1 ist, aber der ist sehr stark. Ja.Und das ist eine Raven. Oh, これ海岸で会った変な人が連れてた魔物。変な人は失礼ですよ。あの人はドワーフ族です。それにこの子は魔物じゃなくて犬でしょ。ねえ、どいてくれないかな、ワンちゃん。犬じゃないと思うけど。ここは私にお任せを。笑ってるよ、てめぐらい。あ、どいてくれた。ねえ、何がそんなに面白いの？それはおいおいということで。さあ、行きましょう。思い出し笑いし。ありえない。Ach ja, weißt du noch? Hier hat alles angefangen. Ich sehe schon den nächsten Skip. Hier war doch frischer zu. Moira, Moigo. Anna Toki war, arigatou gozaimashita. Anno, ここにロイド・アービングの父親がいるって聞いたんですけど。そいつは俺のことだ。血のつながりはねえがな。ロイドから何か連絡はありませんか？私たちロイドを探して。あなたは父親としてロイドがパルマコスタでしたことを恥ずかしいと思わないんですか？あいつは俺の自慢の息子だ。何も恥ずかしいことはねえ。あんた、あいつがパルマコスタで起きた機能粛清に関わっているだな。姿をくだましたりしねえさ。自分の責任から逃げるような男に育てたつもりはねえからな。あいつはバカだが、上がったことをするやつやねえ。
じゃあロイドから連絡は？ないな。あいつはエクスフィアを集める旅をしてたんだが、半年前突然戻ってきたの。友達を助けるために身軽になりたいってノイシュ。外にいた動物を俺に預けていた。それっきりで。そうですか。ほんとら、もしロイドのやつに会ったら伝えてくれ。ノイシュが寂しがった。早く帰ってこいってな。テネブラへ。さっきノイシュと何を喋ってたの？ああ、さっきのですか。ちょっとした笑い話ですよ。ノイシュが先週小川で水を飲んでいた時にとんでもないものが流れてきたと。え、何が流れてきたの？それがですね、信じられないことに。あんな気になる。言いなさいよ。なんと流れてきたのは、いやいやいや、なんでもありません。気になる。Wir werden es nie erfahren. Leider. Ist nicht gefahren, du solltest unbedingt nicht weitergehen. Ach, Manu. Musst du mal so voran pupfen. Dann nicht, dann gehen wir eben wieder zurück. Das war ein langweiliger Tempel. Emil, どうしたの？あの人はロイドと血がつながってないのに本当のお父さんみたいだった。それに比べて僕のおじさんは僕のこと。エミル、あなたたちちょっとよろしい？村のポールという子供が行方不明なの。この辺で8歳ぐらいの男の子を見かけなかったかしら？それなら村の入り口で会いました。なんか呪いの牧場へ行くとか。ポールは人間牧場へ行ったのね。ありがとう。呪いの牧場ってディザイアンの人間牧場だったんだ。あの子大丈夫かな？ディザイアンはもういないんだし平気でしょ。それにどうせロイドの弟子なんて言ってるんだし。エミル、ロイドは確かに君の仇だけど、あの、そんなこと言うエミルは私の好きなエミルじゃない。うるさいな。僕はマルタのことなんて覚えてないんだ。マルタこそ勝手に理想像を作って僕に押し付けないでよ。行為の押し売りは迷惑だ。ごめん。その何うん、何でもない。ひどいこと言ったかな。でも僕、エミル怒ってるよね。どうせマルタは本当の僕なんて見てないんだ。私エミルのことちゃんと見てなかったんだもん。嫌われて当然だよね。はぁ、Oh my god. Schon wieder, echt. Ich sehe in dein Herz. Dir ganz viel Kitsch, mäßig viel Kitsch. Ich könnte gleich kotzen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was?あの子が村を出ていくのを止められたのに。大丈夫だよリリアさん。ポールはリフィル先生が見つけてくれる。きっと無事さ。ええ、けどリフィル先生はほらハーフエルフじゃないか。何言ってるんだよ。
リフィルさんは巫女様を助けてくださった方じゃないか。あの人はいいハーフエルフだよ。ディザイアンとは違う。きっとポールを助けてくれる。ねえエミル、リフィルってさっきの女の人のことかな。かもね。あの人ハーフエルフなんだね。ハーフエルフだから一人でポールを探しに行かされたのかな。え？だってハーフエルフって差別されてるじゃない。私も昔は怖いって思ってた。ハーフエルフ差別。私人間牧場に行ってみる。エミルとテネブライは村で待ってて。お、いくらディザイアンは滅んでても魔物はいるだろうし、女の人一人じゃ危ないよ。マルタだって女の子でしょ。僕も一緒に行くよ。けどポールはロイドの弟子なんだよ。いいよ、今さらそんな風に気を使わなくても。ごめん。じゃあ人間牧場に行こう。人間牧場とはどのような施設だったのですか？エクスフィアっていう人間の能力を限界まで高める道具を作ってたんだって。工場みたいなもの？どっちかっていうと人体実験場だったって聞いてる。エクスフィアは人間の苦痛を感じて目覚める石なんだって。だから人間にエクスフィアを埋め込んでありとあらゆる拷問が行われたって。魔物よりも人の心の方がよほど恐ろしい。え？いえ、陰険な魔物の独り言です。Oh, wir wollten zur boshaften Menschenfarm gehen. Ja. Der nächsten boshaften Cutscene. Ja. Des Todes. Hallo! Hey, ist das nicht unser Vogel? Ja, den kann man da anwerben, glaube ich. Echt jetzt? Das ist er wirklich. Ich sag doch, den kann man hier anwerben. Nur wenn du dir den Chirp hier am Anfang holst und den entwickelst, ist er stärker. Er lässt Flügelschlag ein. エミル、やっぱりまだ怒ってる。何がだ？だってエミルって怒るとラタトスクが憑依した状態になるみたいだ。今もそうだし。言われてみればそうだな。私どうしたら許してもらえるかな。何もこんなやつに媚びなくてもいいだろうに。こんなやつって私のこと？普段の俺のことだ。弱くて臆病者でイラついてお前に八つ当たりまでする。プータの方がマシってもんだ。自分のことでしょ。それにエミルはそりゃ確かに怖がりだけど、でもその分すごく優しいんだから。マルタ。あ、違うの。今のはね、エミルの好きとかそういうのを押し付けようとしたんじゃなくて、あの。Hättest mich nicht erst erschießen können, dann dich. Hättest du nicht so human sein. Weiß doch, im Notfall ist sich jeder selbst die Nächste. Danke. Wow, das hast du gut erkannt. Vor allem das Lustige ist, da ist eine Schlucht. Beläusig, als. なんか不安。勇気は夢を叶える魔法なんでしょ。
Richter in der Ecke. Ey, das ist mein Spruch! Flashback! Ach, da ist er ja wieder! Der alte Hauding! Aber erst müssen wir cutten! Ich bin nicht da! Trotzdem müssen wir cutten! Sehr gute Idee! In dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!